化粧品の嘘。皆さんどうもこんにちは、本要約チャンネルのりょうです。本日ご紹介する本は嘘をつく化粧品です。現代は肌が弱い人が増えています。昭和30年代くらいまでは皮膚のトラブルといえばひび割れ、赤切れ、水虫などでした。なぜなら表皮の形成に重要なビタミン A も不足しがちな時代だったからです。一方で現代は飽食の時代ですが、石鹸で顔が洗えないとおっしゃるほど肌の弱い方がいます。その理由は合成界面活性剤の乱用などにより皮膚のバリアが壊れているためなんですね。本日は肌が弱い人が増えてきている現代に知っておきたい化粧品の嘘、これを詳しく分かりやすく紹介してくれている本を持ってまいりました。ぜひ本日の動画を最後まで聞いて化粧品についての知識を深めていってください。本日紹介する内容は以下の3つです。第1章、薬事法改正の本当のわけ。第2章、化粧品の嘘はこうして見抜く。第3章、UV カット化粧品の嘘。どれも今知っておきたい内容となっています。ぜひ最後まで見ていってください。なお、本書では薬事法という記載がありますが、これは今では医療機器などの品質、有効性及び安全性の確保などに関する法律という名前に改正されています。本書の内容を紹介する上で薬事法という名前をそのまま使用していますが、現代では変わっているということを頭に入れておいてください。それでは早速参りましょう。第1章、薬事法改正の本当のわけ。スローライフ、ロハスブームと歩調を合わせるようにオーガニックコスメやナチュラルコスメ、自然派化粧品が増えてきました。オーガニックコスメなどの化粧品が増えた背景には、世の中が健康自然派志向になってきたことがもちろんあると思います。しかしですね、それ以上に化粧品会社がこうした化粧品を製造しやすくなったという社会的背景があるんです。それは化粧品製造に関わる法律である薬事法の大幅な改正です。2001年4月、厚生労働省は化粧品の製造に使われた全成分を製品に記載して消費者に明示する制度、全成分表示制度を整えました。これは一見すると非常に公正な素晴らしい制度と思うかもしれません。なぜなら消費者が自分が使おうとしている化粧品にどんな成分が配合されているのかを知ることができるからです。日本の化粧品業界で最も大きい製造販売業者などから組織された日本化粧品工業連合会という団体は、全成分表示制度が制定された理由を、全ての成分が表示されていますので、これまでに特定の成分で肌トラブルを起こしたことがある方は、その成分が配合されている製品の使用をあらかじめ避けることができますとしています。しかしここには2つの闇が隠れています。それが医薬部外品の存在と使用可能成分の緩和です。まずは医薬部外品について見ていきましょう。全成分表示制度の制定を採用した一方で、医薬品の中の医薬部外品というジャンルが残されました。もともと薬や化粧品は、医薬品、化粧品、医薬部外品、医療用具の4つに分類されていました。化粧品は全成分表示が義務付けられましたが、医薬部外品というジャンルには全成分表示の義務がないんです。また、医薬部外品の中にさらに薬用化粧品というジャンルがあります。薬用化粧品は薬と化粧品の間に位置します。人体に対する作用が緩和であるとして、有効成分が配合されている化粧品が認可されるものです。そして化粧品と違って薬用化粧品は医薬部外品に位置しますので、全成分表示の義務がないんです。これは意外ですよね。薬用化粧品の方がちゃんとした成分の表示義務がありそうなのに、全成分表示義務があるのは化粧品で、薬用化粧品の方には義務がないんです。薬用ってなんか効果高そうなんて思って気軽に使うと、思わぬ肌トラブルを招く可能性があるんです。使用する場合はアレルギーがないかなどを確認しながら使うように心がけましょう。続いて使用可能成分の緩和についても見ておきましょう。2001年4月の薬事法改正前までは、化粧品を製造、販売、輸入するためには、メーカーが事前に厚生省から洗顔料、クリームなどといった製造する種別ごとに細かく許可を得る必要がありました。また、化粧品の製造に使用してもいい成分というのも決められていました。もしそれ以外の成分を配合する場合は、安全性テストを行い、使用に際して問題がないことを確認する必要があったんです。つまり、ある程度の安全性が担保されたものしか販売できなかったわけです。しかし、全成分表示制度の導入によって、この状況は一変しました。
なんと一部制限のあるものを除いてどんな成分でも配合できるようになったんです。一部制限というのはポジティブリストとネガティブリストという2つのリストのことを言います。ポジティブリストとは防腐剤や紫外線吸収剤、タール色素の中で配合可能なものです。ネガティブリストとは防腐剤、紫外線吸収剤、タール色素以外で配合禁止または配合量に制限があるもの、その他使用が制限または禁止されている化学物質や医薬品、生物由来の制限も含まれています。つまり防腐剤、紫外線吸収剤、タール色素は A のリストに記載されているものを使う、後の成分に関しては B のリストに入っていなければ新規の成分も含めて承認がいらなくなったということです。簡単に言ってしまえば化粧品メーカーに対して A と B のリストには気をつけてね、あとは何を配合してもいいよということなんですね。これによって化粧品会社は目新しい成分を使用して新製品をどんどん作ることができるようになりました。消費者に対しては成分に関して最低限の制限はしています。その上で全成分を表示するわけだから、あとは自分で調べて自己責任で使ってねと言っているんです。そして医薬部外品である薬用化粧品についても102種類の表示指定成分以外については記載する必要がなく、新しく配合された成分に関しても行政は安全性のチェックを行っていません。要するに全成分表示と医薬部外品の制定とは化粧品製造の大規模な規制緩和であり、国が消費者を守る責任を放棄したということなんです。また日本の化粧品に使用が許されていた成分は2000年まではタール色素を加えても2900種類弱でした。しかし今や1万種を超えています。ここ十数年の間に化粧品会社が随分と急速に増えたのは2001年の薬事法改正以降、化粧品製造の規制緩和によって化粧品原料を使う際の細かいルールが大枠の簡単なものになり、新しい原料も使いやすくなった。平たく言えば素人でも化粧品を作りやすくなったからです。また化粧品は広告手法がよく効き、イメージだけでも売り込むことができます。そして原料費の何十倍もの値段をつけて高額で売ることだってできるんです。例えばラーメン一杯ならだいたいこのくらいの原価かなと食べる方も想像がつくと思います。しかし化粧品の原価ってなかなか消費者にはわかりませんよね。この美容液1万円は高い、きっと高価な成分を使っているのね、そんな風に思ってしまいがちです。それをいいことにものすごく原価の低い商品を高額で販売している会社はザラにあるんです。そして化粧品はイメージ次第でいくらでも魅力的な商品に見せることができ、高く売れるので利益率が高い業界だと言われています。だから今不景気でなかなか利益の上がらない他業種からの参入が後を絶ちませんし、やはり規制緩和によって海外からも様々な化粧品が輸入されるようになりました。この状況でも本当に安全性は保たれているのでしょうか。また先ほど2001年の薬事法改正の際、全成分表示制度とともに医薬部外品が制定されたというお話をしました。この医薬部外品は全成分表示義務がないわけですが、どうすれば医薬部外品として販売することができるのでしょうか。成分を表示せずに売ることができるわけですから、その前に厳しい検査を行っているに違いない、そう思うのが普通だと思います。しかし実は有効成分が配合されている化粧品であれば医薬部外品として販売することが可能なんです。つまり化粧品と医薬部外品である薬用化粧品の違いは有効成分が入っているかいないか、それだけなんです。この有効成分というのは厚生労働大臣によって効能や効果が認められたものですが、有効成分が1種類少量でも配合されていれば薬用化粧品として認められ、表示指定成分以外の全ての成分を表示せずに販売できてしまうんです。こんなザルな制度で本当に消費者の健康と安全を守れるのかは甚だ疑問ですよね。また本当に有効成分の効果を引き出すためには、お肌のバリア層を破壊して肌の内部にまで有効成分を浸透させる必要があります。ここで問題になるのが合成界面活性剤です。成分が有効に働くと言っているのであれば、成分が効能を発揮できるように浸透剤として合成界面活性剤が配合されていなければいけません。しかし合成界面活性剤は肌のバリア機能を壊してしまうんです。
詳しくは第2章で述べますが、この合成界面活性剤によって肌の老化などの肌トラブルが引き起こされてしまうんです。じゃあ合成界面活性剤が入っているのは避けた方がいいのかと聡明な消費者の方は思うかもしれません。しかし医薬部外品は全成分が表示されていないわけですから、合成界面活性剤が入っているかどうか消費者には知る由もありません。つまり薬用化粧品というジャンルは、化粧品に合成界面活性剤だったり表示がはばかられるような成分を配合している場合は、有効成分を加えることで全成分表示をしなくてもいいという抜け道としても容易に使えてしまうということです。薬用と言われると薬に近い印象を持つため、単なる化粧品よりも肌への効果が高いんじゃないかなと期待するのが消費者の心理だと思います。しかし同時に、何が入っているかわからないリスクがあるんだということを忘れないでください。薬用化粧品だから安全ということではありません。また世の中が健康自然派志向になってきたことが原因で、化粧品業界にはより複雑な問題が生まれました。オーガニックコスメ、ナチュラルコスメ、ノンケミカル自然派化粧品、食べられるものを成分にした化粧品などなど、一見合成や化学物質とは縁遠い、あたかも肌に良さそうな化粧品が登場したんです。しかしその中には、自然派を歌いながら合成界面活性剤を乱用しているような名ばかりのナチュラルコスメもあります。第2章では先ほども軽く触れました、この合成界面活性剤とは一体何なのか、合成界面活性剤の中でどんなものが危険なのかについて詳しく説明したいと思います。その前に第1章をまとめておきましょう。ポイント1、2001年の化粧品製造に関わる法律である薬事法の大幅な改正により、素人でも化粧品が作りやすくなった結果、粗悪な化粧品が増えた。ポイント2、薬用化粧品といえば聞こえはいいが、有効成分が1種類少量でも配合されていれば、表示指定成分以外の全ての成分を表示せずに販売できてしまうため、何が入っているかわからないリスクがある。ポイント3、日本で化粧品の規制緩和があったために、昔だったら引っかかっていたような合成界面活性剤を多用した化粧品が海外からこぞって輸入されるようになった。第2章、化粧品の嘘はこうして見抜く。有効成分が染み込んで肌が若返る。赤ちゃんのようなもちもち肌に。お肌が透き通るように白くなる。そんな魔法のような効果を謳った化粧品がたくさん売られていますよね。1週間か2週間、短いものでは数日使い続ければ自分の肌が生まれ変わったかのような錯覚に陥ります。確かにその効果がずっと続くのであれば素晴らしいものです。しかし、わずか 1,2 週間で実感した肌の生まれ変わりというのは幻に過ぎません。まさかと思った人は、試しにその化粧品の使用を10日くらいやめてみてください。美肌の魔法は解け、シワが現れ、それどころか使い始める前よりも肌の状態が悪くなっているはずです。こうした化粧品メーカーの宣伝を素直に信じてしまい、美しくなるどころかどんどん肌を壊している人が多くいるんです。なぜ肌が壊れるのか。それはすぐに効果が出ると謳っている化粧品は合成界面活性剤を使っているからなんです。成分がよく浸透するのは浸透剤として合成界面活性剤が入っているから。赤ちゃんのようなもちもち肌になるのは保湿剤として合成界面活性剤が入っているから。お肌が透き通るように白くなるのは美白剤とともに合成界面活性剤が入っているからなんです。第1章でも登場しました、この合成界面活性剤とは一体どのようなものでしょうか。一言で言ってしまえば、石鹸よりも作用が強い界面活性剤、それが合成界面活性剤です。石鹸で顔なんて洗えない、そう言っている人が合成界面活性剤が含まれた化粧品を使っているんです。おかしな話だと言えます。ただだからといって界面活性剤の全てが悪者だというわけではありません。肌のケアに役に立つ、そんな界面活性剤もあるんです。皆さんは界面活性剤の中でどんなものが危険でどんなものが安全か分かっていますでしょうか。次の中から危険だと思うもの、安全だと思うものを選んでみてください。 1. 合成界面活性剤、 2. 石油系界面活性剤、 3. 植物系界面活性剤、弱酸性界面活性剤、 4. オーガニック系界面活性剤。さて、1と2が危険、3と4が安全、そう考えた人が多いかもしれません。しかし残念ながら外れです。実は肌に対する界面活性剤の危険度は種類や濃度によって異なるんですね。
合成界面活性剤だからダメ、石油系だから怖い、植物系だから安心、オーガニックなら大丈夫といった単純な区分けで判断することは難しいんです。意地悪な引っ掛け問題でしたね、ごめんなさい。さて、では何を基準に危険かどうかを見分ければいいのでしょうか。まず危険な界面活性剤は、自然のものでも合成のものでも洗浄力や乳化力を保ったまま皮膚に長く残って皮脂を水に流出させやすくするものです。例えば洗浄力の強い合成界面活性剤、これは危険です。逆に安全な界面活性剤は、自然のものでも合成のものでも皮膚の上で洗浄力が消えて皮脂を流出させないもの、例えば石鹸なんかがいい例です。皮膚にはバリア機能があって、バリア機能が壊れてしまうと肌の水分が失われて乾燥肌になってしまいます。毎日何人もの髪をシャンプーで洗う美容師さんで手荒れに悩む人が非常に多いのは、合成界面活性剤を配合した洗浄剤を1日に何回も使用することで皮膚のバリアが壊れてしまうからです。皮脂の再現や皮膚の環境のためには界面活性剤は使うべきなんですが、肌のバリア機能を壊し乾燥肌の原因になるような強い界面活性剤は化粧品に使うようなものではないんです。具体的には次のような界面活性剤に対して注意が必要です。 1. 作用が強いもの、 2. 濃度が濃いもの、 3. 配合の数が多いもの。これは複数の種類の界面活性剤が配合されているという意味です。問題は合成かどうか、植物系かどうか、オーガニック系かどうかではないんです。そういったなんとなく肌に良さそうという言葉に釣られるのではなく、界面活性剤自体の強さや濃さ、数に目を向けることが大事なんです。さて、じゃあ一体何で肌を洗い、何で肌を潤せばいいんでしょうか。その代表として先ほどご紹介した石鹸があるんです。石鹸はなぜ安全なのか。先ほどご説明したように、石鹸も界面活性剤の一種です。洗浄剤であり乳化剤にもなります。しかし石鹸は肌のバリアを壊す力が弱いんです。皮膚の汚れを落とすという役割を終えた後、石鹸の成分は素早く洗浄力のない物質に変化します。石鹸には弱アルカリ性という性質があり、肌は弱酸性の性質を持ちます。洗顔後、石鹸の成分であるアルカリ性は皮膚の酸によって中和され、洗浄力を失って無力化します。つまり肌のバリアを根こそぎ流出する恐れがないんです。だから皮脂を流出させにくいんです。しかも肌に残った石鹸カスは常在菌の餌となります。常在菌が餌を食べて元気になると肌も健康になっていきます。ただし、たとえ石鹸でも一度に皮膚を何度も洗顔するなど間違って使えば皮膚にプラスにはなりません。化粧水が染みたり、石鹸洗顔でさえも痛みを感じるような時は、石鹸が使えないくらい肌が弱っている時です。そんな状態の人はいくら石鹸であっても使用してはいけません。石鹸も化粧水もメイクもなしです。肌の健康が戻るまでは水洗い、これを徹底してください。また皮脂の分泌は年齢とともに低下します。特に女性は男性よりも皮脂の分泌量が少ないですので、敏感肌や乾燥肌など肌の弱い方や高齢の方は石鹸であっても使用に注意が必要です。つまり、いつまでも若々しい肌を保ちたいと願うのであれば、合成界面活性剤入りの化粧品には注意するという意識を持たなくてはなりません。どういったものに合成界面活性剤が入っているのか少し見ておきましょう。例えば、水で洗い流せるという表示があるものは界面活性剤が配合されています。油が主体であれば水で洗い流せるはずがありませんよね。洗浄剤として合成界面活性剤が入っているから水で洗い流すことができるんです。洗い流せるクレンジングオイル、この危険性は言わずもがなです。油汚れを水と混ぜて洗い流す台所用洗剤と変わらぬ処方であり、台所用洗剤で顔を洗っているようなものなんです。なので、これから化粧品を買う際は、成分表示の界面活性剤の強さ、濃さ、数に目を向けることを意識するようにしましょう。さて、このあたりで第2章をまとめておきましょう。ポイント1。肌に対する界面活性剤の危険度は、合成かどうか、植物系かどうか、オーガニック系かどうかではなく、界面活性剤の強さ、濃さ、数が多いかを見ることが大切である。ポイント2。石鹸も界面活性剤の一種ですが、石鹸はバリアを壊す力が弱いため、安全な界面活性剤である。ポイント3。
いつまでも若々しく美しい肌を保ちたいと願うのなら、合成界面活性剤入りの化粧品には注意しなくてはいけない。自分で使用する化粧品などについては、しっかりと調べてから使うということを心がけましょう。それだけでも肌の健康を保つことができるはずです。第3章、UV カット化粧品の嘘。1980年代頃からオゾン層の破壊によって地球に降り注ぐ紫外線の量が増えていることや、紫外線の毒性が問題視されるようになりました。そしてその結果、UV カット化粧品が開発されるようになったんです。主に夏に使うため、ベタベタする油っぽいクリームは使いづらいことから、合成ポリマーの水溶液に紫外線吸収剤を溶かしたものが UV カット化粧品として売り出されたんです。そして同時に肌トラブルを抱える人も増えていきました。朝、合成界面活性剤入りの洗顔料で顔を洗って皮脂を洗い流してしまった肌に UV カット化粧品と称した合成ポリマーの水溶液を塗って外出する。これは乾燥肌を助長する以外の何物でもありませんけれど、そうとも知らずに消費者たちは紫外線の防止ばかりに注目し使用をし続けました。結果として乾燥肌がどんどん増えていったんです。この状況は今も続いています。本来どうしても UV カット化粧品を使うのなら、合成界面活性剤を使用していない油分が多めのクリームをすり込んで、湿らせたタオルで軽くクリームを拭い、その上から UV カット化粧品を使うなどの工夫が必要です。こうした使用法を教えてくれる人はこれまでほとんどいませんでした。特に皮脂腺が完成する前の子供に UV カット化粧品を使う場合は、さらに注意して使用する必要があります。多くの子供用の日焼け止めは紫外線吸収剤を使っていませんが、ほとんどが乳液状です。乳液は合成界面活性剤がないと作れません。乳液に含まれた合成界面活性剤は皮脂の出にくい肌を作ってしまいます。皮膚が成長中の子供に使うと、弱肌、敏感肌になったり、大人になってもアトピーが治らないという人が増えてしまうんです。UV カット化粧品もただ紫外線を防ぐというところだけに注目するのではなく、肌の健康を保ちながら利用することが大切なんです。 UV カット化粧品には SPF といって紫外線をカットする数値が記載されています。一体どのくらいの強さのものが紫外線から肌を守りつつ肌の健康も守ることができるのでしょうか。それを知るにはまず紫外線そのものについての理解が必要です。ですから簡単に説明したいと思います。紫外線には UVA、UVB、UVC の A 波、B 波、C 波の3種類があるんです。A 波は全紫外線の 90% 以上を占めていて、肌の奥まで届いてしまい、シワやたるみの原因になるもの。B 波は肌の奥までは届かないが、エネルギーが強く、日焼けや皮膚がん、シミなどの原因となるもの。C 波はほとんど地球には届きません。皆さんが UV カット化粧品を買うときに気にする SPF 値、これは B 波をカットする力を表しています。多くの方は SPF20 よりも50の方が効きそう、こっちにしようと数値の高い方を選ぶと思います。化粧品会社としても SPF 値40、50という分かりやすい数値を表示して、紫外線をより強力にカットしますと言った方が売れやすいですよね。ですが実は SPF20 以上は数値ほど効果に差がありません。紫外線防御率を 99% にするか、98.995% にするかを争っているようなものなんです。そんなわずかな差を埋めるために、より強力な紫外線吸収剤がたくさん配合されることになってしまいます。最も有名な紫外線吸収剤は、メトキシ系脂酸エチルヘキシルという成分ですが、SPF 値が高いほど、こういった紫外線吸収剤がたくさん入っています。紫外線吸収剤は肌にとって有害です。つまり SPF 値が高ければ高いほど肌に悪いということなんです。日本での日常生活であれば SPF は5から10程度で十分。できるだけ合成ポリマーや紫外線吸収剤を使っていないものを使うことをお勧めします。普段、今日は晴れて日焼けしそうだなという場合であっても SPF 値はせいぜい25あれば十分でしょう。それ以上はむしろ紫外線吸収剤で皮膚を傷めることにつながってしまいます。もちろん日差しの強力な国に行く場合はもう少し強い UV カット化粧品が必要になることだってあります。それでも一番大切なのは日傘を使う、手袋をするなど物理的に肌を紫外線からしっかりと守ることです。 UV カット化粧品に頼りきりになり、ただ強い製品を使うという意識を変えていきましょう。
またそもそも SPF 値が信用できるかどうかという問題もあります。人の背中に検査対象の UV カット化粧品を塗って実際に紫外線を照射することでカット力を計測したものが SPF 値です。問題なのはこの検査の際に塗る量なんですね。実に1平方センチメートルあたり 2mg ずつと決められています。ものすごい厚塗りですよね。普通顔にそんなには乗せませんし、普通のクリームでもそれだけ厚塗りしたらある程度は紫外線を防げてしまうのではないでしょうか。そのような状態で実験した上での数値ですので、どれくらい信憑性があるのか疑問なんです。ですので SPF 値というのはあくまでも目安と考える必要があります。どれだけ値が高いかよりもちゃんと隙間なく濡れているかが大事であり、それ以上に直接紫外線を浴びないような日よけの工夫をすることが大切なんです。さてこのあたりで第3章をまとめておきましょう。ポイント1、皮脂腺が完成する前の子供に UV カット化粧品を使う場合は合成界面活性剤が含まれているので乳液状のものは避ける。ポイント2、 SPF20 以上は数値ほど効果に差はなく、 SPF 値が高いほど紫外線吸収剤がたくさん入っており有害なので、合成ポリマーや紫外線吸収剤を使っていないものを使うことがおすすめである。ポイント3、SPF 値というのはあくまでも目安であり、どれだけ値が高いかよりもちゃんと隙間なく濡れているかが大事である。またそれ以上に直接紫外線を浴びないような日よけの工夫をすることが大切である。いかがだったでしょうか。医学がどれだけ進歩しようとも、科学技術が新しい物質を合成しようとも、人間はこれまで出会ったことのない害に対してなすべき手段を持ち合わせてはいません。しかし一方で、これまでの進化の歴史の中で出会ってきた毒には対応できるという力を持ち合わせています。皮膚の仕組みをよく見ると、むしろこういう毒を弱めたもの、つまり適度な刺激を使って細胞や免疫は鍛えられ、肌も皮膚もたくましくあろうとしているように感じます。ですからうまくサポート製品を使うことで今までよりも健康な皮膚を作ることは可能なんです。今日の動画をここまで見てくださった皆様は、ぜひ今一度健康な肌について真剣に考えてみてください。化粧品メーカーの宣伝もこの動画の内容も全て鵜呑みにするのではなく、情報の一つとして自分で示唆選択してほしいんです。その意識こそが大切なんです。またこの動画で紹介した内容は本書のほんの一部であり、本書の中では他の化粧品の嘘を見抜く方法についてたくさんの記載があります。ぜひさらに化粧品についての知識を深めたいという方は、本書をお手に取ってお読みいただきたいと思います。ここまで長らくご清聴ありがとうございました。今日の動画良かったよという方は、ぜひぜひ高評価ボタンだけでもポチッと押していただけますと励みになり、より一層頑張れますのでよろしくお願いいたします。また私たちは本要約チャンネルの他にも、論文解説チャンネルや残酷すぎる世界の真実というチャンネルもやっています。そちらも興味がある方はぜひぜひ見てみてくださいね。ということで、また次の動画でお会いできることを楽しみにしています。それではさようなら。